韓国のガールズグループ G. アイドル、G. アイドル、アエスパ、エスパ、イブ、アイブによるコラボレーションソングのメンバーが決定した。11月11日、YouTube チャンネル M.USB にて発表された。写真 G. アイドル、美腹筋美脚が際立つ衣装で日本降臨。G. アイドル、アエスパ、イブがコラボ2030く世界博覧会。 の誘致を願い企画された今回のコラボレーション。6日に3グループのコラボが発表されると、世界中の K-POP ファンの間で注目を集め、G、アイドルからソヨン、ソヨン、イブからリズ、リズ、そしてアエスパからウィンター、ウィンターの3人で楽曲、ノーバディが制作されることが分かった。なお、楽曲は16日に配信されるという。 キューブエンターテインメントより2018年にデビューした G. アイドル。2015年にオーディション番組プロデュース101に出演し、近年ではグローバルボーイズオーディション番組少年ファンタジー放課後のときめきシーズン2でプロデューサーも務めカリスマ的存在となっているソヨン、ソエンを中心に生み出されるセルフプロデュースの音楽と、 多国籍で実力と個性あふれるメンバーの魅力で K-POP 界で着実に地位を確立している。ボア、東方新規、スーパージュニア、少女時代、シャイニー、エ EXO、NCT などが所属する SM エンターテイメントから2020年11月にデビューした4人組ガールズグループ、アイスパグループ名、アイスパは、アバター X エクスペリエンスを表現した、AE と、両面という意味の英語を。 アスペクトを組み合わせて作られている。イブは、スターシップが5年ぶりに披露した6人組ガールズグループ。I have=" イブ」という意味の中で、自分、自分たちが持っているものを、イブ、らしい堂々とした姿で表現し、成長型グループのストーリーではなく、完成型グループとして、持っているものをイブならではのイメージとメッセージで見せていく。モデルプレス編集部。